広いな。よもや敵国の本丸を歩くことになるとはな。運命とは分からぬものじゃ。あ、やあ、マイヤーズ長官、お久しぶりです。何言ってんの、数週間しか経ってないじゃないか。いろいろありまして、最後にお会いしたのがずいぶん昔のような気がします。そうか、そっちも大変だったみたいだね。そっちも？うん、こっちもちょっとね。まあこの後の会議で話すよ。それより和也、こちらの可愛い子紹介してよ。いや、気安くよるな。非礼あらば長官といえど容赦はしない。やめい、しゃべっと。まったく。はっ。あ、そのわらわはアームズアライアンス盟主にして惑星ハチェット第25代皇女、夏目イザヨイじゃ。え、皇女アライアンスに？そうじゃ、その方図が高いと言いたいところじゃが、今は亡命中の身、特別に許そう。いや驚いたな。後でこうなった経緯を聞かせてくれるかい？驚いたのはこちらも同じじゃん。エデンの奇才タクトマイヤーズの話を聞いておったが、世の中聞くと見るとでは随分違うものじゃな。いやいや皇女様、そんなに褒めないでくださいよ。褒めてはおらぬ。まあよい、脳症は爪を隠すということであろう。え、マイルって今後のことについて会議があるのであろう。わらわもアライアンス代表として出席してやる。早く案内いたせ。え、あ、はい。さすがですね、マイヤーズ長官を手玉に取るなんて。そうだ艦長、その会議我々も参加してよいのか。もちろんよ。リリーさんは皇女様から離れたくないでしょ。カズエ君はエンジェル隊の隊長として同行よ。さ、行きましょう。あ、来たわよリリー。お前たち、いつの間にここに。やっぱり王宮が一番。そうね、もう活劇はゴリゴリ。元来妖精族は
あまり故郷を離れようとはしないものです。キャラメイ様、これで残るはソルダム陛下だけですね。そのようですね。陛下はただいま準備中です。しばらくお待ちください。うん、それじゃあ先に席についてよ。あの、マイヤーズ長官？ん？ずいぶん深刻な顔をしているが、どうしたというのだ？ああ、顔に出ちゃったか。うん。ちょっとばかし困ったことがね。何なんです？俺がノイエに来た理由なんだけど、実はルーンエンジェル隊に助けを求めに来たんだ。助け？僕たちの？ああ。今エデンでも大きな騒ぎが起きていてね、有事に備えるため君たちに来てもらおうと思ってたんだよ。だけどこっちはこっちでこんなことが起きているとはね。一体何があったんです？ごめん、やっぱり陛下が来てから話そう。気になるな。ではマイヤーズ長官、なんだい？ゲートをどうやって復活させたのかを教えてほしい。ん？ああ、それは大したことじゃないよ。破壊されたといっても、いくつかの回路を飛ばされただけでね。直すこと自体に苦労はなかったんだ。あの、ちょっと待ってください。ゲートを直したって言っても、壊されたのはノイエのゲートですよ。アブソリュートにいながら、どうやって直したんですか？ああ、そうか。そこから説明する必要があるのか。なに、単純な話さ。各宇宙には一つずつゲートがあって、それがアブソリュートのゲートとつながっている。平行宇宙の仕組みについてはこう説明を受けているよね。でも実はこれ、理解しやすくするための方便なんだ。実際のゲートは各宇宙とアブソリュートに次いで存在するわけじゃなく、一つのゲートを双方で共有してる。こんな状態なんだ。え？そうだったんですか？うん。つまりノイエにあるゲートとアブソリュートにあるノイエへのゲートは実は一個体なんだよ。へえ。私も知りませんでした。ゲートについて正確に理解しているものは実はあまり多くありません。マジークでも一部の高位層を除けば皆方便の方で理解しています。なるほど。それでゲートをアブソリュート側から修理し復活させることができたわけだな。そういうこと。ただしゲートが人為的に破壊されたことは分かっていたからね。普通に修理していたんじゃ終わる前にまた壊されかねない。そこで事前に損害箇所を調査し、それら全てを一気に直したんだ。この辺の段取りがちょっと大変だったかな。なるほど。それで三校も気がつく暇がなかったんですね。加えて決戦の最中でもあったしな。三校って？アームズアライアンスの三校職、今回のノイエでの構想の中心人物です。その辺の情報もしっかり把握しておかなきゃな。悪いんだけど、こっちで起こったことを先に説明してもらえる？わかりました。実は…なるほど。まさか、ノイエ全体を巻き込むほどの抗争が起きてるとはね。だけど、彼らの目的はノイエを支配することじゃなく、その行動から言って、むしろルクシオールを倒すのが目的だったように思います。はーい、そこまで。いらっしゃいました。それじゃあサンタローさん、いつものあれやろっか。そうね。せーの、ソルダム陛下のおなーりー。陛下、お久しぶりです。はいはい、それでは早速精神リンクを。よい。え？精神リンクは無用だ。こーあの、陛下、喋っちゃってますよ。体
対立によってご親族以外とは話せないはずなのに。陛下、世は先の戦いの最中、やむを得ず王家の戒律を破ることとなった。だがこの戒律は遥か古の時、王家を必要以上に崇めんがための偽りの掟ゆえに、今後は沈黙を保つこともない。世の口から直にそなたたちと話そう。陛下、私たち嫌ない子。お集まりいただいた方々へ、改めてヨガ・セルダール国王ソルダム・セルダールだ。 UPW より参りましたタクト・マイヤーズです。マジーク代表キャラウェイです。ファームズ・アライアンス工場ナッツメイ・ザ・ヨイジャ。 UPW 軍所属ルクシオール艦長、ココナッツミルク並びにルーン・エンジェル隊より白波少尉とシャーベット注意です。うん、リリーシー・シャーベット、七重のご剣よ、妖精剣に込めた我が命、見事果たしてくれたな。そなたこそ、まこと我らが誇りにして、騎士中の騎士、魔を打ち払ったその斬撃、見事であったぞ。もったいなきお言葉でございます。ルクシオール、マジーク、そして、UPW の方々にも感謝の申し上げようがない。我が国のみならず、ノイエを再度にわたり救っていただき、このソルダム、慎んでお礼申し上げる。いえ陛下、皆さんのお力添えがあったからこそ敵を打ち倒すことができました。これは皆で勝ち取った勝利です。そうですね、一人でも役が欠けていれば、今こうして顔を合わせることは叶わなかったことでしょう。うん、ではこの勝利をより確固たるものにするため、今後の対策について協議したい。陛下。ん？何であろうか、マイヤーズ殿。私はこの度のノイエでの騒乱におそらく関係があると思われる情報を得ています。先に発言させていただきたいのですが。ふん、よろしいか、イザヨイ殿。構わぬ。感謝いたします。では先ほど我々は三公爵の船が謎の穴に飲み込まれていく様を目にしました。キャラウェイ氏もご覧になりましたね。ええ、私もこの目で見るのは初めてだったのですが、実は同様と思われる事例がごく最近エデンにて報告されているのです。しかもその規模はかなり大きく、天体が丸々一つ飲み込まれてしまいました。天体が？なんと。失礼だが、それは誠か？はい、信用を受ける者からの連絡なので間違いないかと。して、その天体とは星なのか？星といえば星なのですが、エデンにおけるロストテクノロジーの象徴、白き月です。白き月だって？そんな、信じられません。ココ、気持ちはわかるけど落ち着いて。申し訳ありません。白き月といえば、確か前にココさんが働いていた場所。長官。なんだい？その白き月も三公爵同様、あの正体不明の穴に飲み込まれたと。おそらく報告書にはこうある。白き月の横に突然時空の穴が出現、それはみるみるうちに広がっていき、白き月を飲み込んだと。その様はまるで月食のようだったとの報告もある。そしてその直後、穴は塞がってしまったらしい。その月の聖母シャトヤーン様は、研究員である月の巫女たちは、おそらく一緒に。そんな。現在エデン軍が捜索に当たっている。また UPW も協力を惜しんでいない。朗報を待とう。はい。なるほど、その月を飲み込んだという時空の穴、それが今回我々の見た謎の穴と
同一の性質を持つものだとしたら、二つの事例は関連があるのやもしれぬというわけだな。はい。あのいいでしょうか。なんだい和也。その白き月の事件と今回の事件、少なくとも同一人物の仕業ではないと思います。その理由は？エデンで事件が起きた時にはノイエゲートは故障していたんですよね。ああ。ならエデンからノイエに移動する手段がありません。うむ、カズヤの申す通りじゃ。エデンとノイエ双方に穴を開けた者がいた。そう考えるのが妥当であろう。どうかな。でもその2者が共謀している可能性はかなり高いんじゃないでしょうか。それらはあくまでも推測です。断定するには情報が少なすぎるでしょう。こうして集まってはみたものの、これ以上議論は進まないようだ。はい。不確定要素が多い以上、相手の出方を待つしかないと考えます。だが再び全動力を止められてはかなわぬ。せめて万全の備えだけはしておきたい。では当面ルクシオールはセルダールに待機いたします。我が軍も警戒態勢を続けよう。マイヤーズ殿、ムーンエンジェル隊を援軍に呼ぶことはかなわぬか。申し訳ありません。先ほど発言しました通り、エデン側でも一大事件が起きています。非常時に備え、ムーンエンジェル隊員はあちらで待機状態にあるようです。そうか、やむを得ない。ではここで一時休憩としよう。カズヤ君、あなたはルクシオールに戻って、私が戻るまでは第三戦闘態勢を維持するようにカーチューさんに伝えて。わかりました。私も妖精剣を返納したら姫を連れて戻ろう。またシャーベットの護衛か。わらわもカズヤとルクシオールに戻ろうかの。ダメよ夏目さん、あなたは今回の戦いの当事者なんだから最後までいてちょうだい。ね、じゃあお先に。M、ふぅ、なんか僕いてもあまり役に立たなかったな。それにしてもエデンでもそんな大事件が起きてたなんて。ココさん、だいぶショックを受けてたみたいだけど大丈夫かな。あら、え、あれ、あら、まあ和也さんじゃありませんの、奇遇ですわね。ミントさん、なんでここに。総帥就任の挨拶回りですわ。私、アライアンスが反乱を起こした際、ちょうどセルダールに来ておりましたの。え？そうだったんですか？全然知りませんでした。まあ、星に閉じ込められてしまっては、私も一民間人ですので。一民間人って言っても、今、大臣の間から出てきたぞ。一体、どういうコネクションがあるんだろう。でも、エンジェル隊の皆さんのおかげで、こうしてまた商売を再開できますわ。カズヤさん、心から感謝いたしますわ。あ、いえ、ミントさんこそ無事で何を。どうしよう、白き月が消えたって話すべきなのかな。うん、話しておこう。いずれきっと耳に入るだろうし。あの、ミントさん。はい。その、実はお伝えしたいことがあって、まだ大きな声では言えないんですけど。何ですって、カズヤさん、それ本当ですの？え、まだ何も言ってないのに。あ、そうか。ミントさんはテレパシスト。僕の考えてることがわかるんだ。本当ですのね。はい、実はそう
みたいなんです。トランスバールから UPW に知らせがあったってマイヤーズ長官がおっしゃってました。そうですの、にわかには信じられない出来事ですわ。私たちにとってほとんど故郷のような白き月が、しかも聖母シャトヤン様まで行方がわからないだなんて。ミントさん、私決めました。え？総帥就任後早々ですが、ブラマンシュ財閥キャンペーンを張らせていただきますわ。武器なども格安で提供いたします。協力できることはどんどんおっしゃってくださいまし。ありがとうございます。でもそうは言っても一体誰と戦えばいいのかすら分かってないんだよな。そうですわね。きっと参考職には後ろ盾がいると思いますわ。うわ、情報をどんどん読まれてるよ。ここだけの話、私実は以前参考職のところに売り込みに行ったこともありますのよ。え？ご安心くださいまし、全くの門前払いでしたわ。エデンから来たブラマン取材罰、これだけでもう敵視されましたの。やっぱりアライアンスはエデンが嫌いなんですね。厳密にはセルダール連合がですよね。エデンや UPW はセルダールに繁栄をもたらした連中、つまり敵の味方で敵というわけですわ。なるほど。でもそうやって突っぱねながらも軍事力だけは欲しがっていましたわ。エデンの力を借りず、かつセルダールを超える軍事力を身につけた。今回の事件の黒幕はきっと参考職のそんな気持ちにつけいったんだと思いますわ。あ、さすがミントさん、情報通ですね。もちろんですわ。この業界情報が武器ですもの。無論今この城にタクトさんがいらっしゃる情報も入手済みですわよ。お会いするのはしばらくぶりですわ。どちらのお部屋でしょう？あ、はい、そこの廊下をずっと行って突き当たりを左です。どうもですわ。それでは和也さん、また。はい。あ、そうそう、今ここセルダールに私のデパートシップが向かっておりますの。え、ここに？ええ、私が呼び寄せたんですわ。どうして今セルダールに？危ないんじゃないですか？確かに戦争が再開されるというリスクもありますけど、アライアンスによって流通が封鎖され、セルダールは今物資が不足しているはず。これはビジネスチャンスでもあるんですのよ。はあ、なるほど。というわけで、もしお時間があったらご利用くださいまし。カルーアさんとのデートにうってつけですわよ。え？あ、はあ、わかりました。もし許可が出たら行ってみます。毎度ありがとうございますですわ。ではごきげんよう。デパートシップか。うん、後でココさんに行ってもいいか聞いてみよう。結局ルクシオールを打ち倒せた者はいなかったようですね。カルバドゥス・カジェル、ベネディクタイン・パイク、そしてジュニエブル・ハチェット。残念ですがテストは終了です。待ってくれ、わしはまだ鍵が諦めきれぬのだ。もう一度わしにチャンスを。いいえ、いけません。すでに結果は出ました。あなた方の中には鍵を手にする資質の持ち主はいなかった。ですからもうおしまいです。まあしかしテストに合格しなかったからといって何も差し上げないのはお気の毒ですね。
鍵をお渡しすることはできませんが、私のテストに参加してくださったお礼として努力賞くらいは差し上げるとしましょうか。おおおお、なんだ、何をくれるのだ。それを持ってお帰りなさい。帰ることができればですけどね。みんな集まったかしら。今日は疲れたわい。まったく、みんな寄ってたかって質問攻めにしよって。夏目さん、お疲れ様。和也くん、その白き月のことみんなには伝えたのかしら。はい、大体の話は伝えました。私もとても信じられません。あの白き月が消えてしまうだなんて。いつもトランスバールを見守ってくれたあの白き月がもうないなんて。その白き月ってのはそんなに大事なもんなのか。ああ、ノイエの人間にはいまいちピンとこないかもしれないけど、僕たちエデン人にとってはロストテクノロジーの象徴のような存在だ。ロゼルはエデンの人だったのだ。ああ、トランスバール星系でこそないけど、僕はエデンの養成機関にいたんだ。そこをノア代表に抜擢してもらい、エンジェル隊に編入されたわけだ。そうだったんだ。白き月のことといい、三公爵の侵略といい、どうしてそんなことをしたのか、またどうやって行ったのか、セルダールを解放しても真相は何もわからなかったわ。そうなるとやっぱ三公爵の首根っこ掴んで洗いざらい吐かせるしかないわね。でもその三公爵も謎の穴の中に消えてしまいました。うむ、しかもその穴自体がすでに消滅している。つまり僕たちには彼らを追いかける術がない。なんじゃ、八方塞がりではないか。そう、今のところ何もできないわ。だからエンジェル隊には何もできない時にできることをしてもらいます。何もできない時にできること。あ、まさか。ええ、休暇よ。やっぱり。よっしゃー、久しぶりの休みだぜ。ほんと、ここんとこ戦いばっかで全然休む暇なかったものね。艦長殿、そっちは気は確かか。この大事な時に休暇じゃと。艦長、僕も疑問です。今我々に休暇を取らせるなど意味がわかりません。意味？意味ならちゃんとあるわよ。あなたたちエンジェル隊は何よりもテンションが大切。いざという時疲れ切っていては戦力にならないのよ。それはそうですが、しかし。もちろん各員限界態勢は維持するわ。本艦も当面はセルダール上空で待機します。でもエンジェル隊までがそれに合わせてピリピリし続ける必要はないの。しっかり休んでもらって戦いの時に大活躍してちょうだい。うむ、合理的な判断だ。何しようかな。なんじゃと。はいはい、二人とも、これは命令なんだから。いや、だけど、でも、なんならロゼル君、あなただけじーっと待機してる？ホーリーブラッドの戦力は、パイロットのテンションには影響しないわけだし、そういう意味ではあなたに休暇は必要ないわね。あはは、そりゃそうか。あははじゃないだろう。テンションの問題というならカズヤ、君だって休む必要はない。そんな、ひどいよロゼル、僕まで巻き込むなんて。君は何とも思わないのか、こんな時に休みだなんて。あら、あんたも硬いのね。でもこれは気持ちの問題じゃないわ。休んでおきなさいっていう命令なのよ。しかし、いまいち釈然としないのだが。ロゼル、
休める時には休んでおかなくちゃ。君だってそれはわかるだろ。まあそれはそうだな。艦長、ではせめて行動範囲を絞っては。そうね、すぐに招集できるようにはしておく必要があるから。では自由に動いていいのはルクシオールの艦内だけ。それ以外の場所に移動するときは個別に許可を取ってちょうだい。了解。このノリ、慣れてきたつもりであったが、やはり面妖な連中じゃな。白波。やあ、テキーラ。これからトレーニングルームで運動しようかと思うんだけど、あんたも付き合わない？うん、いいよ。ここんとこサボりがちだったし。そうそう、せっかくついてきた筋肉がまた元に戻っちゃうわよ。それは悲しいね。でも私も人のこと言えないのよね。ここんとこ運動してないわ。やっぱり魔法にも体力って必要なの？まあね、一番大事なのは精神力だけど、体力だってあった方がいいのは確かよ。そっか、それじゃあ一緒に頑張ろう。ええ。あら、あれはマティウス？本当だ、偉いな。なかなかやるじゃない。よく体力が続くな。白波ならもう2回は休んでるわね。だから頑張るんじゃないか。体力だけじゃなくて動きがリズミカル、鍛え方も能率的な感じだわ。そうだね、さすがエリートというか手慣れてるな。あ、終わったみたい。ブラーボー、まるでプロのボクサーみたいよ。テキーラ、それにカズヤも。なんだ、見られてたのか。すごく集中してたみたいだから声かけづらくって。なかなかどうに言ってたわよ。養成期間仕込みかしら。ああ、候補生だった頃から体はそれなりに鍛えてるからね。軍人になった今はますます怠るわけにはいかない。あう、耳が痛い。天才肌かと思ってたけど、結構地道に努力してんのね。ねえマティス、あんたを見込んで頼みがあるんだけど、ちょっとの間私たちのコーチをしてくれないかしら。テキーラ？いいけど、どうして僕に？こういうのってきちんとした鍛え方をすればより効果的だと思うのよ。見たところマティスは私たち以上に本格的な訓練を積んだ経験がありそうだから、少し見てもらえばトレーニングの効率も上がると思うのよね。ああ、なるほど。ねえ、ダメかしら？構わないよ。一応養成期間で後輩の指導をしたこともある。ありがとう、感謝するわ。やっぱりしっかりした指導者がいると違うもんですもの。そうだね、ロゼル、よろしく。なんか微妙に悔しい気もしないでもないけど、でもここは素直に教えてもらおう。わかった。ではまず基礎体力作りから始めよう。手始めに2人ともランニングマシンで5キロ走ってもらうよ。え？いきなり5キロも？まあまあ、コーチの言うことは聞こうよ。うん、そうね。はい、マシンに乗って始め。白波の方は大丈夫？大丈夫じゃないみたい。あら、まだ2キロしか走ってないじゃない。何やってんのよ。え？まだそんなに少ないの？おかしいな。どうしたんだカズヤ。そんなことじゃエンジェル隊の隊長は務まらないぞ。ごめん。
このままのペースで待ってたらせっかく体が温まったのが台無しになる。ロゼル、この機械、少しスピードを上げさせてもらうよ。ちょっと待って、聞いて。ちょっとマティウス、これはやりすぎでしょ。いや、僕はこんなに上げたつもりは。どうなってんだ、下げられないぞ。この機械、さっきから調子悪かったんだ。止めて。しかしスイッチが効かないんだ。電源も切れない。もうちょっとどきなさい。駆動部分だけぶっ飛ばすわよ。大気をそのうちに蓄えし、ライカを解き放ち、かの者を貫かん。そこよ。僕までビリッときたんですけど。しょうがないじゃない、無事なだけありがたいと思いなさい。すまないカズヤ、僕が機械を壊してしまったみたいだ。いや、ロゼルのせいじゃないよ。なんだかこの機械さっきから変だったんだ。妙にゆっくり動いてたし。それで遅かったのか。すまなかった、よく確かめなかった僕の落ち度だ。これじゃコーチなんか失格だな。ううん、僕だって言わなかったんだし。いや、スピードを上げる際君は何かを訴えようとしていた。それをきちんと聞いていればこんなことにはならなかったはずだ。全て僕の落ち度だ。いや、そんな。とっさに魔法を使ってくれて助かった。二人ともすまない。僕は機材の破損を報告してくるよ。悪いけどコーチはもう。ロゼル、マーティウス、待ちなさい。機械の不調に気づかなかったのは確かにあんたにも責任があるけど、だからってあんたが一人で全部をかぶることはないわ。実際に機械を破壊したのは私だから、私も同罪よ。そう報告しときなさい。 ありがとうテキーラ。君は、ん？いや、何でも。やれやれ。大丈夫かなロゼル、随分気にしてるみたいだけど。コーチなんて頼んで悪いことしたわ。真面目だから責任感じてるのね。あんたこそ怪我はない？あ、うん、僕は大丈夫。さ、じゃあ始めるわよ。え、まだトレーニングするの？そうじゃなくて、ここの山上の後始末。あ、ロゼル、片付けてから言ってくれよ。お待たせ、いちごのタルト、白波風アレンジだよ。おお、これは見事な。いつもながら素晴らしいですわ。さすが、カズヤさんです。カズヤさん、お疲れなのに作ってもらっちゃってすみません。いいんだよ、リコとカルーアには今度ご馳走するって約束もあったしね。それに僕はこうやってケーキとかを作ってると逆に疲れが取れちゃうんだ。そういえば昨日はトレーニングルームで大変だったみたいですわね。何があったんですか？なんでもカズヤさんのランニングマシンが暴走したのだとか。それは難儀であったな。大事はないか？ああ、おかげさまで怪我はないよ。夏目、心配してくれてありがとう。別にソチを心配したわけではない。もしソチに何かあったらこのようなうまい菓子が食べられなくなるからの。あはは、そりゃどうも。夏目さん、夏目さんもエデンメーカー普及委員会に参加しませんか？エデンメーカー、なんじゃと？エデンの美味しいデザートを広くノイエに普及させる、そんな集まりです。リコちゃんが委員長で、カルーアさんが副委員長で、僕が実行委員らしいです。うん、エデンの美味しいデザートの、確かにこのような甘美な食べ物アライアンスにはあまりないの。
セルダールの連中だけに独占させておくのはもったいない話である。参加するのはわらわは構わぬぞ。まあ、また一人会員が増えましたわ。ええ、ありがとうございます。夏目さんにはアライアンス担当支部長になっていただきますね。支部長？何やら三下を思わせる響きじゃな。え？そんなことありませんよ。そうだよ、そんなことないって。支部があればの話だけど。そうか、ならばよかろう。帰国できた暁にはこのタルトとやらをアライアンスへと持ち帰り広めるとしよう。はい、よろしくお願いします。でもリコ、タルトはエデンだけのお菓子じゃなくて、もともとノイエにもあるデザートだよ。そのような些細なこと問題ではありませんわ。さようでございますか。あら、ロゼルさん。ここにいたのか、君たち。ああ、カズヤ、昨日は悪かったね。いいんだよ、ロゼル。それより、どうかしたの？ああ、いや、テキーラに用だったけど、別にいいんだ。あら、まあ、あの人に用事だったのですか？すぐにお呼びした方がいいかしら。いや、いいんだ、大した用事じゃないんだから。そうなのですか。それでしたらタルトも食べたいのでこのままでいますわ。でもせっかくカズヤさんが作ってくれたケーキですから、テキーラさんにも食べてもらいたいですよね。それもそうですわね。記憶だけあの人にも伝わるといっても、この感動は直接食べて味わっていただきたいですわ。うん、テキーラにも後で食べてもらえばいいよ。たっぷり作ったからね。ああ、ロゼル、よかったら君も食べていかない？それはいい考えですわ。はい、みんなで食べた方が美味しいですよね。ロゼルさん、どうぞこちらに座ってください。いや、遠慮するよ。悪いけど甘いものはあんまり得意じゃなくてね。そうなのですか、残念ですわ。そうですね、もしお好きなら普及委員会の名誉会員になってもらったんですけど。名誉会員？支部長より偉そうな響きじゃな。え、そうかな。うん、名誉というあたりに何やら特別な響きを感じるわ。いや、何にせよ遠慮させてもらうよ。甘いものは苦手だから。ええ、無理にとは言いませんわ。でも、もし気が変わったらいつでも言ってくださいね。うん、それじゃあ失礼。お紅茶をお持ちいたしました。あら、ロゼルさんは？てっきりご一緒されるのかと。あの者は甘いものが嫌いなのであろう。わらわには理解できぬがな。甘いものが嫌い？変ですね。変？出撃の後にはよく一人でいらっしゃって、クッキーやケーキなど甘いものをオーダーしてますけどね。そうなんですの？ええ、紅茶にも2個3個と結構砂糖を入れてます。それむしろ甘党なんじゃ。ひょっとしたら疲れを取るためかもしれませんね。すいません。あっと、それではごゆっくりどうぞ。ロゼルさん、別に甘いものが苦手というわけじゃなかったみたいですね。少し強引にお誘いしすぎたんでしょうか。あのものにも都合があったのであろう。気にすることはない。それよりもせっかくのケーキじゃ早く食そうではないか。あ、そうだよね。紅茶が冷めないうちに食べてよ。はい、いただきます。それでは私も。本当に？よかった、作った甲斐があったよ。本当に美味しいです。さすがカツヤさんですね。ハム、サチを宮廷料理人に迎えたいくらいじゃ。こんなに美味しいタルトを食べられ
ルーア。僕もカルーアやみんなに食べてもらえて幸せだよ。カズヤよ、もう一つ取ってくれんのか。夏目さん、もう食べちゃったんですか。うるさいの。そのような大声で言うでない。まだまだあるから、どんどん食べてね。久々のエデンメーカー普及委員会の会合、成功してよかったよね。カズヤさんが作ってくれたタルトのおかげですわ。本当に美味しくて盛り上がりましたもの。そう言ってもらえると僕も嬉しいよ。あ、後でテキーラにも食べてもらってね。はい、承知しておりますわ。休みの間は二人交代で過ごすことにしてるんですの。そうなんだ。もう部屋に着いちゃったね。それじゃあ僕もそろそろ部屋に戻るよ。あのよろしければもう少しお話ししませんか。え、もう少し。うん、そうだね。それじゃあもう少し。嬉しいですわ。それではピロティに参りましょう。昨日のことを少し詳しくお聞きしてもよろしいですか。昨日？ああ、もしかしてトレーニングルームのこと？はい、あの人が魔法を作って暴走したマシンを破壊したとは聞いたのですが、一体何があったのですか。ああ、そっか。テキーラから直接話を聞いたりできないんだもんね。僕が使ってたランニングマシンが故障してて、ロゼルが操作したら暴走しちゃったんだ。どうしても止まらなくて危なかったから、テキーラが魔法で壊して止めてくれたんだよ。まあ、そうですか。大変なことがあったのですね。でも、カズヤさんが無事でほっとしました。そうだね、テキーラには本当に感謝してるよ。ところで、カルーアはこのことを誰から聞いたの？それはもちろん、ミモレットちゃんですわ。あの人が私に何か伝えるときは、ミモレットちゃんを通じて伝言をくださるんですの。でも、あの人は面倒くさがりですので、私もよほどのこと以外は必要ないと思ってるんですのよ。でも、カルーアの記憶は、全部テキーラに継承されるんでしょ。よく考えるとちょっと不公平だよね。ですわね。私たちの記憶は一方通行ですから。でもそれで不便に思ったことはありませんわ。私はあの人のこととても信頼していますもの。そっか、本当にテキーラのことが大好きなんだね。私の分身なのですから。私とあの人のお付き合いはもう10年以上にもなりますわね。そうか、僕なんか2人と出会ってまだ1年も経ってないんだもんな。ちなみにミモレットちゃんともずいぶん長いお付き合いですけど、でも一番の深い絆はカズヤさんと待っていますわ。カルーアったら、そんなこと言われたら照れちゃうよ。今はここには誰もいませんわ。どんなに照れても恥ずかしくありませんわよ。誰もいないからって、そういう問題じゃなくてですね。慌てるカズヤさんってとても可愛らしくて大好きです。カルーは、からかわないで、もう。あら、すまない。君たちがいるとは思わなかったんだ。ロゼル、僕たちはその…いや、構わない。そのままでいてくれ。邪魔をしたのは僕なんだから、すぐに立ち去るよ。ロゼル…
してしまいました。やっぱりもっと周りに気をつけないといけませんわね。そういう問題なのかな。できるだけ和也さんと長く一緒にいたかったのですわ。明日はまたあの人に交代しますから。あ、テキーラと交代って一日ごとなんだ。それはこの休みの間だけの約束ですわ。あの人は気まぐれなところがありますから、必ずしもそうはならないかもしれませんけど。それじゃあカルーアと次に会えるのは明後日ってことか。そう思うと僕も名残惜しくなっちゃうな。まあ嬉しいですわ。でもあの人もカズヤさんと会えるのを楽しみにしてるはずですから。そうかな。そうですわ。それでは今日はこれで、また明後日お会いしましょうね。あ、うん、また明後日。はい。さて、僕も部屋に戻って休むとするか。明日はテキーラと何をしようかな。カズヤ、ちょっとだけ時間いいかな。え、ロゼル？急にすまない。君が部屋に戻ってくるのを待たせてもらった。もしかしてさっきピロティに来たのは僕に用があったの？違う。いや、そんなことはどうでもいい。ただ一つわからないことがあって、それを君に聞いておきたかったんだ。ん？わからないことって？ここで話すのもなんだ。部屋に入れてくれないか？ん？ああ、いいよ。へえ、ここが君の部屋か。オーブンが置いてあるね。部屋でもケーキを焼くのかい？時々ね。まあ、今では趣味みたいなものになっちゃったけど。ギターを弾くというのも意外だったな。なかなか多彩じゃないか。それも人に聞かせるほどうまくはないんだけどね。で、聞きたいことって何？うん、数日前からの君を見てどうしてもわからないことがあるんだ。僕を見て？何のこと？君の気持ちの方向さ。君はカルーアとテキーラ、どっちが好きなんだ？え？カルーアとテキーラは僕が見たところ全く別の人格だ。だけど君は昨日のトレーニングルームではテキーラと、そして今日はカルーアと仲良くしている。一体どっちが本命なんだ？どっちがと言われても、僕は二人とも好きなんだけど。二人とも？へへ、驚いたな。カズヤ、君はそういうことなのか？なんだよ。だって彼女は。確かに二人は同じ肉体を共有している。だから完全にどちらかとだけ付き合うことは不可能だろう。だけどそれは実質的な問題。僕が聞きたかったのは気持ちの問題だ。僕はてっきりどちらかが本命なんだろうと思ってたんだけど、二人とも、とは驚いた。カズヤ、君は顔に似合わず随分なプレイボーイだな。プレイボーイだって？ああ、二人とも同時に愛するというのは二人に対する裏切りじゃないのか？でも僕は実際二人とも好きなんだし、それにカルーアもテキーラも二人とも僕のことを好きだって。そんなことは信じられないな。彼女たちは同時に存在できないし、直接話すことだってできないんだ。例えばカルーアが君に会っていたとして、テキーラがそれを許しているのかどうかはカルーアにだってわからないだろう。それは確かにそうだけど、でもカルーアとテキーラは仲だっていいし、お互いの気持ちだって。仲がいいならなおさらのことさ。例えばテキーラはカルーアの気持ちを尊重して話を合わせてるだけかもしれないじゃないか。なんだと？まあ怒らずに聞けよ。別に君と喧嘩をしたいわけじゃないんだ。だけど考えてみてくれ。もし君を好きなのがカルーアだけで、テキーラがそうじゃないとしたら、結果的にカルーアは悲しむだろう。彼女にそういう思いをさせないために
テキーラと自分もカズヤを好きだというふりをしている。そういう可能性は考えられないか。そんなことはないよ。カルーアは僕を好きだし、テキーラだって。テキーラだってアブソリュートへの扉を開いたとき、テキーラはわざわざカルーアに任せたらしいじゃないか。僕はその場にいたわけじゃないけど、なんでそんなことしたの？テキーラが本当に君を愛しているなら、そのまま素直にテキーラのままでも扉は開いたはずだけどね。彼女にはその自信がなかったんじゃないのか。そんな、バカな、違う、そんなことは絶対にない。ないね。うん、あれ、それはそれでおかしいな。何が？もしカルーアとテキーラが両方とも君を愛していたとしたら、そもそも二人はどうして仲良くしていられるんだ。いわば恋敵じゃないか。それは二人が長い間一緒に過ごしてきた仲のいい友達だ。友達だったら同じ相手と付き合っていても許せる。それはでもどうして君にそんなことを言われなくちゃならないんだ決まってるじゃないか。それは僕もテキーラを好きだからさ。え？僕は前から彼女のことを見てきた。魔法を操り紋章機を乗りこなす彼女ほど強く、しかも美しい女性を僕は他に知らない。もし君がテキーラのことだけを愛しているなら別の選択肢も考えていたんだけど、君はそんな気遣いに値しない二股男だと分かった。テキーラのためにも僕は行動させてもらうよ。行動って何をする気だ？もちろん僕がテキーラにアタックするってことさ。だってテキーラは僕と。僕はカルーアとテキーラの二人じゃなくテキーラだけを愛しているんだ。二人とも好きだとか言ってる君よりも彼女にふさわしく誠実だとは思わないか。でも話はここまでだ。そう君に言っておきたかっただけだからね。それじゃあ僕は失礼するよ。待てよロゼル、そんなこと言われたって。僕が